ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアをお送りしたいと思います。キャピタル東京戦ですね。2位です。だんだん増えてきましたよね。試合開始です。勝率はやっぱり相手がキャピタル東京が2位なので2位なのが圧倒的ですよね。さあキックオフです。勝ちたい。キックです。さあ、これで松木が直接キャッチ。
チャンスエリカだが、これは決まらない。勝利いたしました。何かですね、フリーキックのピンチだったんです。キャピタル東京何度も攻めます。前半本当に一方的でしたね。さあ後半になってこの揺さぶりをかけます。後半11分の幸子のシュート、右わずかにそれました。そしてですね、ペナルティエリア内で加速を取りまして、クルミが見事に決めました。これが決勝点になりました。ミオがちょっとこれは遠かったか、見なかった。上がっていくんですけど、夏木をコットに、そしてこれで試合終了。見事に、全体的には抑えてましたが、あのボールを支配率もシュート本数も含めて勝ちは勝ちです。これで、3勝2敗、4位に浮上ですね。
足できません。さあ、そして次はなんと1位のリマッセ大阪。見てください、リマッセ大阪のデータ、ミスがすごい多いです。下はそんなに強くないんですけど、おそらくこのミスの主力陣で攻めてくることは予想されます。なんとか必死に守りきって、今回のような1点のチャンスをものにしたいと思います。なんて言っても2位に今季は4勝1敗で1位ですからね。しっかり勝っていきたいと思います。さあ最後に補強をできるかどうか、勝利いたしました。3勝2敗、勝ちが上回るようになりました。次のリバッセ大阪も厳しい首位ということで厳しい戦いになりますが、なんとかワンチャンついてできれば勝利を取れればなと思います。はい、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。チャンネル登録高評価が励みになります。よろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、以上、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。